新年明けましておめでとうございます。アイデアポケット専属の神アンナです。昨年度は大変皆様お世話になりました。ぜひとも本年も裸一貫をよろしくお願いいたします。一つちょっとどうしてもやりたいなっていう目標が先ありまして、自分のラジオでちょっと作りたいっていう目標ずっとあるので、2021年はねこの1年間でどうにかできたらと思っております。そうですね、具体的に言うと、まあ、そのラジオトークっていうアプリでやらせていただいているので、せっかくならね、のりさんのようにちょっと自分の番組というかラジオ局でのラジオができたらと、そうなん、ずっとそれをラジオトーク始めてから目標ができてて、それは実現させたいなって思ってますね。のりさんがやってるね、はい、文化放送の一流ラジオ番組、文化放送さんにゲストに出演される予定があるんですね。はい、そうなんです、そうなんですよ。もう本当お話が来た時にはもう飛び上がりましたね。みたいな感じで、しかもその1月の12日っていうのが次の日がデビュー1周年を迎える日なんで、ちょうどなんかこう記念すべき記念になったなっていう思いますね。ありがたい。もう本当にずっと私の憧れ、まあ、たくさんいらっしゃるんですけど、その中でもやっぱりアイデアポケットさんの専属の先輩で桃の木かなさんっていうね、多分ご存知の方たくさんいらっしゃると思うんですけど、以前とある現場でお会いしたんですけど、私こんな性格なんで結構誰とでもすぐに話せるタイプだったんですが、もうやっぱり憧れの方を目の前にすると何も喋れなくなってしまって、桃の木さん目の前にお写真撮ってくださったんですけど、あ、すいませんお写真いいですかしか言えなかったんですよ。なんでちょっとぜひとも桃木さんと一緒におしゃべりがしたい。個人的な、そうですね、まずは登録者数っていうんですかを、まあ1年なんで今年の8月までに6万人ぐらい、いやいや半端10万人でしょ、したいですね、本当そうですね、10万人、っていうかまず今登録してくださってるのはもうそうだ、すごい、もうコア、コアメン、コアもうね、今後の中心メンバー、幹部ですよね、登録してくださってる方々は、ね、幹部、その幹部になるために期待ができないといけないので、はい、大事、そうですね、ってことは一人、お一人がお二人誘っていただいたら、まあ今5万5000人だから5万人、ピラミッド出来上がりますね。お隣さんに登録をしてくださったら10万、簡単な、簡単な、なんて簡単な計算だったんだろう、失礼いたしました。でもチャンネル登録お金かかるんでしたっけ。それがですね、全くかかりませんので、ぜひともね、皆さんもう本当見て、あ、面白いなって思ったらね、ちょっとポチって登録と、あとね、いいねボタンだったりね、ちょっと押してもらうだけね、かなり私たちはもうね、頭が上がらなくなりますよね、本当に。去年クリスマスパーティーやりましたけど、うん、はい、楽しかったですね。次は10万人、うん、到達したらまた、あ、ぜひ、ね、だし、もうなんならその前楽しすぎたんで、もう十何人の途中でも挟みたいぐらいですね。すげえ時間かかる設定になってるでしょ。いや、本当すぐですよ、すぐなんですけど、到達いいんじゃないかなって思ってるんですよ、十万人楽しすぎて、もう思ってないです、全然。いや、皆さんが、あのさんがやり、うん、だから生配信やりたい、やりたい、やりたいです、すごくやりたい、やりたいですよね、はい、ってことはみんながもうポチってしてくれるだけで、もうすぐ生配信見れるんじゃないかなと思いますよね。次もっと豪華なプレゼントご用意しますからね、友達。そうですね、ちょっと3人か4人とか見てみてって言ってくれたら、もうね、それこそこのチャンネルって年齢問わずに見れてるんで、もうぜひとも、もうあとね、内容もね、もうなんていうんですかね、重くないし、なんなら笑いが起こるようなね、とっても面白い内容になってるんで、ね、これは、制作陣は、はい、江戸楽しいのテーマなんですけど、はい、ドキュメントバラエティーと新しいジャンルをドキュメントバラエティーということで、ね、はい、僕らは作ってる、本当にプライド持ってやってるんで、うん、そうですよ、他にないですよ、ね、それに私ものりさんもね、もう頑張ってね、一緒にいいものを作ろうって思ってるんでね、もうぜひとも今ね、見てくださってる上層部の方々、ぜひとも皆様に、部下にもう広めていってください。幹部になるために資格ができないと、まあ、そうですね、一生上からね、そうです、ずっと一緒だから、ずっと、はい、そう
うですよね、はい、だしもうそれこそ私もまたねすぐ生配信ができると思っておりますので皆さんそうですね、あとなんかこう裸一貫スター誕生みたいなことないかなと思ってるんですけど、すごい、そこからもうそこからデビューするみたいな、おお、あ、逆に発掘していくというか、女優志望の方に応募していただいてじゃあうちのレーベルでとか、かみさんのアイデアポケットでとかね、あ、そうなってくるとね、ちょっとまず事務所にね所属してもらわないとってまだなっちゃうけど、その時はどちらなんですか、ぜひとも、マインズへお越しくださいね、もうとってもいい事務所なんで急に事務所のねこれからもですね、2021年裸一貫は、どん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 レベルアップしていきますので、これからも応援よろしくお願いします。そして皆さん、これからも楽しくチャンネルを盛り上げていきましょうということで以上、かみあんなでした。バイバーイ。次回の裸一貫はジ・ノンフィクション、ジューン・ラブジョイ。アメリカからたった一人で海を渡る AV の世界へ。当時なんか青缶とかしても、青缶、青缶、人生で一番ベストセックスしました。ごめんね、流れはどうしよう初めての絶頂を味わった浅草の路地裏を自ら案内。まっすぐでちょっと L になってる、別に付き合いたい、そしてまさかの涙。彼女に一体何が。